なぜその女性は社会を震撼させる凶悪事件を起こしたのか。大丈夫ですか？すいません。あるところに幸せを夢見る一人の女の子がおりました。僕が生きてるのは小春さんのおかげですか？出会ったのはお医者様とその娘。小春ちゃんがママなら超賛成。私はちゃんと光の母親になる。まさにシンデレラストーリーだよね。女の子は末永く幸せに暮らしたのでしょうか？僕は光のためだったら何だってできる。私のサイズしか知らないのに結婚して大丈夫？母親になることと母親であることは違うのよ。光、お箸使いなさい。トイロな聞かせるんだよ、親なんだ。本当素敵な旦那様だよ。食べることしか脳にねえのかよ。くるみちゃんが死んだら事故じゃない。母親失格です。ママ死ぬ子がいるわけないでしょ。価値観が乱高下する禁断の裏おとぎ話サスペンス、哀愁シンデレラ。すっごい心拍数。